命ちょうだいザーズ。聞いてないし。あ、夏様、危ない。あの、かすみ。よかった。危うく水たまりで夏様のおみ足を濡らすところでした。さあ、どうぞこのままかすみを踏み越えて行ってくださいませ。遠慮なさらず夏様。さあ。身を挺して夏様をお守りするなんて、かすみはなんて忠義者でしょう。思わず自分で自分を褒めてしまいそう。あ、また立ちくらみが。だから自分の結婚相手は自分で見つけるって。父が勝手に決めた相手とは結婚する気はないの。でもそれじゃあ私が困ります。あのね、別にかすみのために結婚するんじゃないんだから。そうですけど。でもあの方のどこが不満なんです？相手としては申し分ないじゃないですか。うわ、もったいない。じゃあかすみが私の代わりに結婚すればいいじゃない。え、いいんですか？うん。でも無茶言わないでくださいよ。
夏様。なんで？私は別に構わないわよ。夏様、ノックは私が。いいわよ、自分でするわよ、ノックくらい。そんな。カズミは夏様のお役に立とうと。頑張っていますのに。ひどいです。はいはい、ノックお願いね。お願いします、カズミさん。はい。はい。では、少々お待ちを。そんなことでいちいち燃え尽きてどうするの？はーい。痛い。よっす。あ、痛い。ちょうど悪代官を懲らしめてたところでね。悪代官？よっと。むさいところだけど、ゆっくりしていってよ。まあ、相変わらずのようね。ま、一杯。なんですか、これ。見りゃわかるだろ。茶だよ、茶。茶。ただし、コーヒーで代用だけどな。ほい、佐藤。このような怪しいものはまずこの私が毒味を。ささ、夏様。ひどいな、そりゃ。もう失礼よ、かすみ。はい、君の分。どうも。こりゃもうダメだな。本物の刀、どっかに落ちてないかね。あ、そうそう、私ガラン君にプレゼントするものがあるんだけど、今日はそのために来たのよ、私。え、俺に夏殿が？いいから手を出してみて。こう？そうそう。はい。え、あ、これって。どう？気に入った？すっげー、これって本物じゃない。どうしたのこれ？とりあえず毒は入ってなさそうね。うちに転がってたものなの。ガラン君にあげるわ。え、本当に本当？え、どうぞ。ありがとう、夏殿。大切にするよ。どうしたの？大丈夫？君じゃなくて、霞殿だっけ？夏様！ちょっと夏様、どういうことですか？あれは、あげた？嘘でしょ！夏様、夏様！どういうことって、そういうことだから。そういうことって、わかってるんですか？今はそれしか手元にないけど、我が家に行けばガラン君の欲しがってる日本刀がゴロゴロ転がってるわよ。本当それ？ほんとほんと。ごめん、悪いけどそれ返してくれない？今すぐ。なあ、こらかすみ。これ？それは。どう、ガラン君、うちへ一度遊びに来ない？行く行く、ぜひとも行かせてもらいます。返せ。もうやーね、かすみったら。かすみ、余計なこと言わないでよ。いい、わかった、わかったの。返事はかすみ。あらやだ、かすみったらまた貧血起こしたのね。ダメじゃない、もうしょうがない子ね。じゃあ帰りましょうか、かすみ。これ。大丈夫大丈夫、それは代々伝わるご神道なんてもんじゃないし、ましてや私の未来の旦那様を決めることにこれっぽっちも関係ないから。は？それじゃあ今度家に帰るときに迎えに行くから。そうそう、私の家に行くときにはその担当は必ず持ってきてね。いいわね、絶対忘れちゃダメよ。うん、じゃあね、ガラン君。ほら、かすみも。バイバーイ。